お祭りのオープニングはですね、この2日間のお祭りが、怪我なく事故なく、いろんな、災いなく、気持ちよく感動いっぱいで笑顔いっぱいで終われるように願いを込めて、この大地の神様に、うぶす長神様に奉納演舞として、菅先生に初めて作ってもらった踊りを、奉納したいなと思います。うぶすなという踊りです。僕たち鬼道が、ずっと前に振り付けてもらった踊りなんですけども、この毎年この生き様祭りで踊ってるご縁でですね、どうしてもうぶすなを一緒に踊りたいというですね、つわものが、マニアックなね、こんなしんどい踊りを一緒に踊りたいというつわものが、はい、木の先の愛ちゃんがですね、はい、物好きやなと思うんですけども、わざわざ踊りを覚えに来てですね、一緒に踊ります。ありがとうございます。踊っていて、いろいろ考えること、思うこといっぱいあるんですけども、踊るときに、いろんなものに心を向けることができるっていうのを一つ教えてもらったことやなって、そこに菅先生いてるんですけども、教えてもらったことやなと思ってます。本当に、願いとか祈りとかっていうものを込めて、心を込めて、一生懸命奉納したいなと思うので、皆さんどうか一緒にこのお祭りが大成功いたしますように、一緒にお祈りしながら、見てくださったらなというふうに思います。よろしくお願いします。